姫ひな夏の三大特報。さあやってまいりました、姫ひな特報のお時間です。今回は夏の大三角形にちなんで3つなんでしょうか。鈴木さん偶然です、偶然。今回もね、情報盛りだくさんでお届けするから、目ん玉かっぴらいて1つたりとも見逃すな。ついてこーい。早速1つ目のお知らせからいっちゃおう。じゃあこちら、姫ひなセカンドカバーアルバム、姫ひな歌みたに、11月24日発売。前回の歌みた1から約1年、2枚目の歌みたアルバムが出るぞ。まずね、ジャケットが超かっこいいよね。で、超絶クールに決めております。そして気になる収録曲はこちら、ドン。トラック数は計10曲、うち5曲が新規に収録した曲になってるよ。これを見ている君、聞きたかった曲が入ってるんじゃないの。さてさて、2つ目のお知らせといきましょうか。なんと次もアルバム発売のお知らせなんだよ。そうなんです。いくよ、せーの。姫ひなファースト ASM アルバム、姫ひな ASMR もふもふの夜、12月22日発売。なんだそれは。ASM アルバム、 ASMR に特化したコンテンツを集めたアルバムを発売しちゃいます。おー、一体なんなんだそれはって、あなたにまずはこちらをご覧ください。どうぞ。なんと豪華3枚組、ジャケットも超絶可愛い。可愛い。1枚目から紹介していこうかな。うん、まずはじめは ASMR ソング。今までの曲を ASMR にアレンジした耳心地のいいお歌が計10曲収録されてるよ。お、2枚目と3枚目は姫とひなが耳元であなたを癒す企画 ASMR が詰まってるよ。3枚目のラストトラックにはアルバム名にちなんだあんな新作も。結構ね、投稿してる ASMR の動画のコメントで癒されたとか、明日を生きる力になったとか言ってくれてる人多いよね。うん、だからね、このアルバムでもみんなの疲れを癒せたらって思うよ。うん、じゃあ早速豪華版の特典紹介といきたいんですけども、これは一つずついきましょうか。田中さん、そうですね、鈴木さん、まず一つ目の特典は女児待望のあれがついてきます。焼いてる船姫たちのポーズ、興奮しちゃう。この抱き枕と一緒に ASMR を聞きながら眠りにつくと安眠できるっていう姫ひなささやき両面抱き枕カバーでございます。お、全身で ASMR に浸れるということですが、癒しを求める君に寄り添っちゃいますよ。そして特典2つ目はひなから紹介しちゃうよ、うん、こちらドン。かわいい。前回大好評だったミニヌイ第2弾の登場です。その名もいつでも一緒姫ひなミニヌイ着せ替えパジャマバージョンでございます。しかも見てこれ、パジャマが着脱可能なんです。そうなの、パジャマは着脱できるから自分の好きなお洋服に着せ替えもできちゃう仕様です。しかもフードも着脱可能。縫いを着せ替えしたいっていうみんなの声を取り入れて絶賛開発中でございます。絶対ゲットしてね。そんな癒しグッズだらけの豪華版の全貌はこちら。おー、豪華。あー、素晴らしい。 ASM アルバムの初回版にもジャケットイラストのステッカーがついてくるんです。そうそう、アルバムでもね、グッズでもね、ジャジのみんなが ASMR の世界でたくさん癒されますように。ようにじゃあラストのお知らせいっちゃいましょうか。いきますか。せーの、姫ひなクリスマスオンラインライブホーリーハウス開催決定。イエーイ。去年のホーリートラベルに続き、今年もクリスマスにライブやっちゃうぞ。日程は12月23日金曜日、姫ひな YouTube チャンネルにて開催するよ。いやー、今年は一体どんなライブになるんでしょうね。なるんでしょうね。提灯やんこうと歌みた2を引っ提げて、さらにパワーアップするライブを見逃すな。見逃すな。せーの、
今年もクリスマスは姫ひなと一緒にライブを楽しもう。待ってるぞ。いやー、秋から冬にかけて盛りだくさんでございますね。はい、大宮ライブを終えたばかりの我々ですが、まだまだ勢いは止まらんぞ。止まらんぞ。それぞれの詳細はね、またツイートとかで追ってお知らせするから、ちょっと待っててね。夏が終わっても姫ひなの活躍を見逃すな。ということでね、以上、田中姫と鈴木ひなでした。それではごきげんよう。